美顔機能使うか。あれ起きた。どうもこんにちは、みんなこんにちは。こんにちはだよ。こんにちはだよ。今日イケてるやん。あ、そう。これ今美顔機能使ってるけど、ちなみに今は加工してますね。あ、ラジオどうも。ここで配信か。いや、だから別に僕は自分で加工しようとしたわけじゃないんだけど、今日何を食べようかな。今のところ一日一食なんだけど、今日何を食べよう。ラジオどうも。ローランドの真似して。ローランドの真似。ローランドの真似。君か、君以外か。ラジオどうも。大根さんの真似して。ちょっとやめてよもう。なんなのよもう。はダメ、もうあいつとは関わりたくない。ウトとはもう関わりたくない。ウトとか初めて久しぶりに聞いたよ、ウトなんて名前。もう本当にウトの名前出すとあいつが得するだけだから、もうあの人が得するだけだから。
うなちゃんまんの真似。しょうがないな、じゃあ特別だぞ。うとの真似。すっごい久しぶりにやるんだけど。ユーロがですね、こんなところですね、これどんどん下がっていって、ここでですね、これ止まれて、どこ、誰が保証あるんですかって。じゃあ次、うなちゃんまんの真似やります。ですね、どんなでしたっけ、うなちゃんまんのね。ああ、おめえらよ、ガタガタ言ってんじゃねえよ、ガタガタ言ってあ、KP40 を加えます。カイジクの名前、カン、カイジクの真似。ああ、やるしかないんだよ、ここまで来たらもうやるしかないんだよ。ゾワ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 、やるしかない、やるしかないんだよ、ここで引くなんてねえだろ遠藤さん。こんにちは。なんか日が伸びてるのが気持ち悪いな。美顔機能を使って肌がちょっと白っぽくなってるんで、ここだけなんかもあからさま青いのが。ヒロシですって言って、え、ヒロシです、え、なんでそんな、なんでそんなの滑るでしょ。いや、こんにちは、うん、フワちゃんの前、フワちゃんとこれ大嫌いなんだけど、なんなのあれも。フワちゃんとか大嫌いなんだけどって言うけどさ、フワちゃんより格下すぎる俺が言うっていう。あ、バーガーどうも、ラジオどうも。フワちゃんってあれ面白いんですか、なんかただ不快なだけなんですけどあれ。なんであの人が人気なのか俺理解できない。なんか見てて不快なだけなんだよ、なんかただなんかさ騒いでてさ、なんかこう目上の人たちにもなんかもう敬語使わないでもタメ語で、なんか全然面白くないし、なんかただ不快なだけでしかないんだけど、あとうるさいしね、うん、うん。あ、ラジオどうも。
やつ。え？兵した、兵してないですよ。ラジオだ。キムタクはキムタクでも本当全盛期のキムタクだよね。本当にキムタクが一番イケメンだった頃のキムタクだよ。キムタクの全盛期はもう本当工藤静香と結婚した時だと思ってる。あん時のキムタクマジでイケメンだから。あ、ラジオどうも。あん時のねキムタクマジでイケメンなんですよ。久しぶり。痩せてる。いや、これあのちょっと加工してます。うん、ちょっと加工してますけど、これ加工を取ると、こうなります。これが脳加工、これが無加工です。これが加工なし。これが無加工です。これが無加工だよ。むしろ無加工ならキムタク説あるよねむしろ無加工の方がキムタク説ある。うん。これが無加工っす。うん。今どこにいるんですか？言いません。暗い。そうだね。声の響き方がして部屋にあまり物がないのが分かる。おお、なるほど。ラジオと。自宅ではないだろう。まあでもね、自宅でもね、こんな感じにやろうと思えばできるよ。うん。
なんかね、俺のね、家の廊下がこう白い壁なんですけど、やろうと思えばだけど、だあのタンスとかいろんなものが置いてあるから、そこをどかせば、だ吉井さんがブチ切れると思うけど、タンスとかを全部どかせばこんな感じで配信はできる。廊下のところがね、実はね白い壁があって、ただそこの壁のところがすっごいなんかもうタンスだろなんだろ置いてあるから、こういう感じでできないだけで、そこさえどかせば実はこんな感じでできるんですよ。いや家ではさすがに親が多分切れるから、それやったらブチ切れますよ。あとさ大変なんですよ、なんかあのいろいろタンスとかになんか物にいっぱい入っててめっちゃ重いから移動させるのも結構きついし、ちょっときついですね。あ、じゃあそろそろ枠切ろうかな。そろそろ枠切りますか。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。明日はね長時間配信すると思うんで、今日はもうあんまり配信できないと思うんで、じゃあお疲れ様でした皆さん。最後にね無料アイテムだけ投げてってください。イベントアイテムの無料のやつだけ、はい、あ。ではよろしければフワッチアカウントフォロー、通知登録、ツイッターフォローお願いしますということで、お疲れ様でした。